エコです。アリアです。キメカです。ユラリです。キナです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画はお久しぶりの NG ワール対決です。イエーイ。1年越しかな、そのくらいかな。うちら3人は車もちゃんとやりました。昔ね、懐かしいね。楽しかったからさ、5人でもやってみたいなと思いまして。第2弾ということで、はい。はい、まず NG ワードを私たちで考えて、それをピティさんに預けてシャッフルしてもらって、でここにやって、お互いのは見れるけど自分のだけ見れない状態になって、自分の NG ワードを言わずに何とか会話するっていうゲームです。言わせようとする。そうそうそう、言わせようとして、そう、自分の言っちゃいけないんだけど、だからって喋らないのはなしです。わかりましたか？わかりました。これはどこ？はい、あとなんかあれだね、誰が誰になるかわかんない、もしかしたら自分かもしれないから。確かに、知らないよね。私何々書いてるみたいなね。いや、そういうのないみたいな。そんなネタバレは誰もしないと思う。相手に言わせるものを聞くやつ。そうです、そうです。難しいよ。分かってんじゃないの。分かってる。いいね、その何の通り。いいね、その気持ち。いいね、その乗り換え。じゃあ書いていきましょう。はい、せーの、どうぞ。何回戦やりますか？3回戦。3回戦。もしかしたら被ってるかもしれないから、ね、あったらもう一個考えていい？うん、それもそれで楽しい。誰も見えないようにしないと。あ、待って、書くわ。じゃあ、見える？大丈夫、見えない。え、絶対言うと思う。確かに、なんか杏仁豆腐みたいなやめてる。杏仁豆腐？見たことない。お願いします。お願いします。なかなかいいお題を書いてる。うわ、怖い。なんか口癖でついつい言っちゃうやつだよね。一人最高。多分私ですわ。はい、ああ、ああ、ああ、何？NG ワード対決第1回戦スタート。はい、スタート。私のお題決めて。なんかでもこれ絶対言わない。みんな絶対言わないっていうから、うん、今か自分から当てに行くわ。何か。多い。なんだろう。わかめスープ。わかめ。食べ物じゃないから。エコシも言わないわけです。あ、確かに。エコが今。エコ、自分のことなんて呼んでる？マイ。マイ。え、あ、まあ、インストじゃ、インスト。でも、どう言わせるかじゃない。どうして？今、言うだけ。え？あー！何よ？何だったっけ、今。わかんない。あの、間に。うーん、みたいな。うーん。うーん。ユラリー脱落。え、そういうふうなの？俺、ニコちゃん書いた。やっぱりニコちゃんマークがやっぱりうんなの。食べ物を嫌いになる基準は何ですか？嫌い。味の基準。うん、違う違う、味の基準がない。え、食べたら嫌い。そうそう、食べずに嫌いなものある？あるあるある。ダメでしょ。なんで？だってなんで食べてないのにまずいってわかるの？食べたら。どういうこっちゃ。もっと難しい質問してこう考えるようなアリアが。なんかさ、どういう人がさ、嫌だなって思う？息かけてくる人。息かけてくる人。行列とか並んで後ろから。いない、そんな人。え、嘘。ひめか、今までで50人くらい。いや、さっきのさ、ひめかちゃんとゆらりちゃんの通りめっちゃさ、綺麗だ。綺麗だった？歌？あれ？でやって。え？なんでそんなにそう。見ていいですか？ゆめちゃん脱落。ゆめちゃん話の振りがうまい。なんかなんでこんな素っ気ない文明。さっき楽屋でずっとそのヘアゴムマジ素っ気ない。絶対言うなと思って書いてマジ言わないで。なんかちょっとおかしいこと言って納得させよう、次の説明で。ああ、いいよ。ああ、そういうのね。分かる分かる。ああ、ね、うん、分かる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 。ちょっと意味分かんないこと言って、その後にああ、そういうことってなってほしい。ああ、ね、ああ、ね、おーね、おーね、おーね、いやいや、なんとか言わせようと思って。おね、おね、ひどいみたいな。めっちゃ軽いなりじゃない。よくわかったね。あ、そう、書き方がいいのに。あ、ゲーム考えるよ。自分のことなんて言う？私、Y っていうの。僕って言う。僕、Y。
昆布が好き。何？スコンブ。スの昆布。海から取ってきた。お菓子
んだわけないじゃん。ああ、スコンブでしょ。スコンブ、あ、スコンブ、スノコンブかと思って。別に好きじゃないけど。ええ、何かみんな言わないの。キメカが一番言いそうじゃない。キメカ言いそうなのに何言わないの。キメカ言わないと思うの。キメカ行きます。何が、行きます、なんでよ、それ言ってはダメじゃない。これからキメカ呼ぶときは天才姫か美少女って呼んでって感じ。天才美少女姫か。あ、別の話しましょう。別の話しましょうよ。みんななんか泣いてるから。ゆなちゃんも言いそうね。うん、あと30秒。頑張って、なんかこの服の魅力を伝えて。この服の魅力。え、短すぎる。もっと魅力いっぱいあるでしょ、この服。10。うん、チェキューが私は好きです。可愛いですよね。この上の服はどうですか。言わないな。終了。まさか、絶対これ可愛い。せーのでよ。え、違う、せーの、越冬か。越冬か。マジで好きって言って欲しかったのに。難しい。てか、なんでみんな言わないの。じゃあ3回戦だよ。最後ね。はい。もう絶対言わない。意地でも言わないの。ありがとうございます。あー、めっちゃいいぞ。やだやだ、本当にいいぞ。やだよ。ゆなちゃんもいいぞ。エコだけ動画始まってからにして。じゃあ第3回戦。はい。よーい、スタート。おー、あ、いました。あ、ねー、嘘でしょ、なんで。やだやだやだ。作戦勝ち。ゆらり脱落。何これ、なんでこんなに言っちゃうの。じゃあ、ないないと言っただけみたいな。あ、いいよ。もう一回やりましょう。せーの、ピンクラテ。もう一回いきましょう。ピンクと言ったら、せーの、ピンクラテ TV。 TV。 ちょっと分かる。せーの、ピンクラテ TV。 なんか思った、自分でちょっと言わされてんなって。姫から脱落。言ってほしかった。エコちゃんってたまにちょっと不思議だよね。自分で言うね。なんでアピンチが好きですかっていう質問を言って。私聞いて、どうして聞いてほしいの。めっちゃアピンチについてね、もう詳しくはないけど聞いてほしい。聞いてほしい。どうしてアピンチが好きなんですか。ですね、分かったじゃん。ってこけたの。知らないよ。めちゃくちゃいいね。やばいでしょ。え、誰が一番やばいってやつ。やばい人、ふりさとせーので。やばい、どういうふうに。オッケーオッケーオッケー。あ、分かった。やばいやつ。せーの、41でエコです。あと15秒。なんか言って、なんか言って、なんか言って。え、ひめか大好き、みんな大好き、ゆらりも大好き、ゆなちゃんも大好き、エコちゃんも大好き。終わりー。せーの。どうしよう。あ、言わないでしょ、これは。やばいって言った。マジ言ってた。え、どういう意味でやばい。あれ、忘れた。私、なんかやばいって言わせようとしてんだなと思って、気をつけてたのに、どういう風でやばいって思ったんだけど、あ、書き落としてたから。なんかみんなエコじゃなかったんですよね。 あれ自分じゃねって。自分で書いたの。自分で書いたやつだ。これは、ね、それわかんない。頑張って書いたの。リモコン気持ちいい。めっちゃ悔しい。どうしよう、めっちゃ悔しい。なんでだろう、なんで一番先に言っちゃったの。超悔しがってる。まさかの惨敗したの。みんなに引っ掛けられちゃう。どうしよう。楽しかった。あんまゲームやんないからですよね。じゃあまたやりましょう。アリエコが結構もう言わなかった。言わなかったね。素晴らしい。これリベンジしたいな。またね、またやりたい。学校とかでもね。そう、確かにノートにパパーとかやったら、でもなんかお楽しみ会とかも難しい。確かに大人数でやったらさ、めっちゃ話しかけらん。めっちゃ話しかけらん。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。